羽生譲る。異例の公開練習中止も、むしろ賢いと評される理由、ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。シーズン開始直前の8月にメディアをカナダに呼び寄せ、練習を公開する。それが毎年の恒例行事でした。例年なら同時に新プログラムの発表も行われていたんです。それが今年は中止と報じられたことで、 周囲は騒然となっています。異例の事態に、怪我をした右足の具合がまだ悪いのでは。と心配する声も上がっています。フィギュア関係者、今シーズン初戦の舞台として、9月12日開幕のオータムクラシックに出場することが決定した羽生結弦る24。昨シーズン最後の試合となった世界選手権から約半年後の大会。その動向に、世界中から注目が集まっている。 だが、そんな彼の周囲で、ある異変が起きていた。カナダ・トロントで例年行われる公開練習を、今年は行わないと報じられたのだ。羽生は昨年11月のロシア杯で右足首靭帯を損傷していた。その怪我は周囲が思う以上に深刻だった。翌年3月に行われた世界選手権では奮闘を見せたものの、ネイサン・チェン、20に続く2位。 試合後には痛み止めを使用しながらの戦いだったことも明らかとなっていた羽生選手は輝かしい成績を残す裏で幾度となく足の怪我に悩まされてきました。近年では16年4月に左リソフラン関節人帯損傷を発表。翌年11月の NHK 杯では公開練習中に転倒し、右足関節人帯を損傷しています。 さらに18年11月のロシア杯でも同じく右足関節靱帯を損傷。そして世界選手権後の今年3月には右足関節靱帯損傷に加え三角靱帯損傷と飛骨筋腱損傷も公表。2、三ヶ月の過量が必要と診断されました。スポーツ指揮者6月に発売されたムック、クワドルプル2019のインタビューでも 羽生は思うようよににいいいいかかない右足の回復ぶりにつてて明かしていた。やはり足首の状態は、そんなに劇的に良くなるという感じではないですね。いろいろな手術をしても、なかなかうまくいかないところがあったので、世界選手権が終わって少し休んだ後、温存療法というか、とにかく筋肉をつけながら、リスクを最大限に回避して練習する、ということを始めました。つまり、まだ怪我が完全には治っていない状態だということ。 これまで多くの選手が悩まされてきた足の怪我。フィギュアスケート選手にとって職業病とも言えるが、羽生はそれでも前を向こうとしている。そんな中で伝えられた公開練習中止。だがこれも、決して悲観的なものではないという、むしろ彼らしい前向きな決意の現れだと言えるでしょう。と語るのは、これまで羽生を10年以上取材し続けてきたスポーツジャーナリストの野口美恵さんだ。波乳君は今、 自分の力をさらなる高みへと持っていこうとしているのだと思います。彼が現役のうちに飛びたいと宣言している4回転アクセルは、怪我が感知しないと練習すらできない非常に高度な技。一方、公開練習で新プログラムを披露するとなれば、ある程度滑り込む必要があります。また、そのタイミングでピークを持っていけるよう、調整しなければなりません。それらは今期の優勝や4回転アクセルといった、 真の目的の妨げになりかねないのです。だからこそ、あえて公開を中止し、治療に専念。そして、試合に向けて集中する。ある意味、とても賢い戦略だと思います。その先に見据えるのはもちろん、姉さんへの雪辱だ。野口さんは、羽生の決意について、こう、期待を寄せる羽生君にとって、今期は、怪我と年齢、周囲からの大きな期待を背負うという、様々な課題のあるシーズンです。 怪我だからダメだと短絡的にはならず、うまく付き合っていく方法を考える。そしてシーズンオフにもアイスショーに出演し、試合さながらの情熱的な演技を見せてくれました。そうした点からも、今年こそは絶対に姉さんに勝ってやる。という強い気持ちが伺えます。すべては今季の世界選手権で勝つため、力強く前を向く彼のこれからが楽しみです。9月の初戦。 そして姉さんに雪辱を果たすため、羽生はトロントの地で静かに逆襲の牙を研いでいる。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろし。